他には誰もいない。楽な気持ちになって、ゆっくり静かに声に出し、心と体を自分の声で落ち着かせよう。まるで全てがスローモーションで動いているように、体の動きが鈍くなってくる。言葉を読むたびに、口から音を発するたびに、私はもっとリラックスして、安らかな気持ちになる。私の心は刻一刻、ひっそりと静まり返った山の湖の水面のように澄み渡っていく。心が澄み渡ったら、本を読んでいる間、もっと深くリラックスするように、想像力を働かせよう。美しい砂浜でゆったりした椅子に座っているところを思い浮かべよう。目の端に周りの金色に輝く砂が見える。それから打ち寄せる波、その優しくリズミカルな音が聞こえる。湿った海風が体をそっと撫でていく。肌に暖かい太陽の光が注いでいる。その輝きを頭皮に感じて、そこにある余分な緊張が消えていく。すべての思考が静まり返っていくようだ。こうして太陽の暖かさを顔に感じ、その暖かさに注意を集中していると、頬にも感じる、耳にも感じる、そして顎の周りにも。癒しの光が首を撫で喉を温めてくれるから、言葉が口から楽にスラスラと流れ出てくる。まるでたくさんの小さな光の指がリラックスしている私の肩や背中をマッサージしているみたいだ。ぬくもりと安らぎの波が滝のように落ちていく。腕へ、そして指先へ。ゆっくり息を吸って吐くと、この安らかな気持ちが胸いっぱいに広がるのを感じる。ゆっくり息を吸って吐いて、もう一度ゆっくり息を吸って吐き出すと、黄金色の輝きが溝落ちにあふれ、そして静かでとても平和な気持ちがお腹のあたり全体に満ちるのを感じる。心の中で自分の腰と骨盤とお尻をよく見て、そしてそこにある緊張や不安をすべて一筋の光に優しく洗い流してもらおう。それから今度は足。太陽の光がなだれ落ちていくので、まばゆいばかりに輝いている。ももから足首にかけて、とてもリラックスしているのを感じる。足首から先、指先まで、暖かく気持ちがいい。こんなに暖かくて気持ちがいい。輝く太陽の光を浴びながら、自分を催眠に誘う準備として、目を閉じるところを想像しよう。ゆっくり3回深呼吸する。閉じたまぶたを通して、オレンジ色の輝きがちらっと見える。でももうその光は消えて、心地よい暗闇になっていき、私は意識を内側に向ける。内側へ、心の中心へ。体がリラックスし、心が完璧に集中できる状態になったところで、想像しよう。私は今、クローバーがいっぱい生えた草原の真ん中で、背の高いカシの木のそばに立っている。
日光の暖かさを肌に感じる。空は青く晴れ渡っている。草原の向こうに森が見える。何も履いていない自分の足に目を落とし、森に向かって柔らかい草原を歩き始める。私が歩いていくと、驚いたウサギがぴょんぴょん跳ねて草原を駆け回る。まもなくふと気づくと、私は森の端に立っている。森の奥へと小道が続いていて、小道の入り口には履き心地の良さそうなサンダルが置いてある。サンダルに足を滑り込ませるとぴったりだ。そのサンダルを履くと足がとても気持ちよいので、散歩にはもってこいだ。森はとても魅力的で平和に見えて、私は木陰の小道をたどり始める。小道に沿って柳の木が並んでいるのがわかる。森の奥深くに進めば進むほど、私はリラックスした気持ちになる。スイカズラのかぐわしい香りがする。生き生きと咲いている花を見ると、私はいつもとてもいい気持ちになる。だから私はところどころに咲いている美しいスミレの花に歩きながら見とれてしまう。その花々はとても美しくて、私はとってもリラックスし、心安らかないい気持ちになる。そうなると分かっていた通り、森の真ん中の広い空き地に出ると、前方の丘の頂上に壮麗な堂々たる城が見える。その城に向かって一歩一歩進みながら、私はその素晴らしい建物の美しさと風格に見とれて、驚きと期待に胸を膨らませる。どんどん近づいていき、堀にかかる跳ねる橋を渡ると、閉じられた2枚の大きな木製の扉の前に出る。扉の外には威嚇するような風貌の騎士が立っている。鎧をつけて完全装備し、扉を守っているのだ。騎士は私に目を凝らし、誰だか分かって尊敬の表情を浮かべる。そして騎士は私に向かって頭を下げて言う。お帰りなさいませ陛下。万兵が開ける大きな扉の中に入って、私は合点が行く。その城は私のもので、万兵は私を守るために仕えているのだ。そして私はその要塞の内部のどこにでも入れる。これは私の城、私の心の城なのだから、ここは私の家。今ここにいる私は安全で安心している。精巧な細工と装飾が施された廊下をたどり、美しく調和のとれたシーンが見事に織り上げられたタペストリーのそばを歩いていくと、立派な絨毯敷きの階段の上に出る。階段は私の城の地下に、私の心の深いところに続いている。階段は10段あって、1段数えるごとに私は心の内側の深いところへと降りていく。そして10段目に着くまでに私は催眠状態になっているだろう。1、私は安全に楽に階段を降りる。一度に一段ずつ。2、階段が見える。心の中の階段を自分が降りていくのを感じる。3、一歩踏むたびに深く降りていく。今もっと深くへと。
今潜在意識の深い階段を降りる。5下へ地下へ深く降りていく。もっと先へ。6深く降りていく。深い奥の小部屋へと降りていく。7一歩一歩下へ下へもっと深いところへ。8階段は私のものだから、ここにいると心が休まる。9もうすぐ階段の一番下、私の城の土台に着く。10私は今催眠状態だ。扉が開き、私は居心地の良さそうな読書室に入る。暖炉では丸太がパチパチ音を立てて明るく燃えている。この小部屋に入ってきた私を歓迎しているみたいだ。とても座り心地が良さそうな椅子がある。私は近づいて腰を下ろす。そして椅子の脇の小さなテーブルの上の本を手に取る。本の表紙に目をやると、クイック自己催眠と書いてある。私は本を開いて読み始める。言葉が直接私にかけてくる。まるでページから私の心に飛び込んでくるようだ。そこにはこう書いてある。あなたはこの催眠誘導を読むたびに、前回よりも深い催眠状態に入っていきます。あなたは今素晴らしい催眠暗示を読んだり書いたりすることができます。あなたの心は今このセッションの目標に集中し始めます。催眠暗示を読んだり書いたりしながら楽に催眠状態を維持します。暗示を読んだり書いたりすると、その暗示はあなたの心に根を張り、すぐに作用し始めます。免疫力が高くなる。私は病気を撃退する免疫システムの機能を強化する。私は健康でありたいし、幸せになりたい。順調な人生を送りたい。私は人生のあらゆる面で自分に力を与える。免疫システムも例外ではない。襲ってくる生態を撃退するために、私は今免疫システムの効果を最大にする。私の体は王国のようなものだと考えよう。私は自分の王国を健全で調和の取れた状態にしておきたい。私は王国の支配者だ。そして配下には侵略してくる敵と戦って王国を守る戦士細胞の大軍がいる。想像してみよう。私は剣で武装した兵士に似た特殊な細胞を派遣する。侵略者である好ましくないウイルスを探させるのだ。私の兵士たちは賢い。次に私の軍隊、免疫細胞の兵士たちを召集する。彼らは特別な軍隊だ。非常に強く、とても力がある。今も新しい免疫細胞の兵士が生まれ訓練されている。私は今からもっと免疫細胞の兵士を養成する。侵略者、招かれざる野蛮なウイルスを攻撃するよう訓練されている軍隊だ。私の免疫細胞の兵士は見つけた侵略者を始末する。素早く、プロの手際で。そして王国には平和が戻る。
私の王国、私の体の王国、免疫細胞の兵士が侵略者を排除し終えたら、私は戦闘を終えた彼らを落ち着かせるために特別の伝令を送る。そして兵士たちを帰還させる。次の戦闘に備えて休めるように。私の健康は大切だ。それは私が重要な人間だから。私は有能で自分の進化が分かっている。私は健康と繁栄に値するのだ。自分がどういう人間で何をしているか、私には自信がある。私がいるから世の中はより良い場所になっている。私は良い人で良い扱いを受けるに値する。敬意を払われる価値がある。私は自分に手厚くするべき。自分の体を大切にするべきだ。今の私は完璧で健康な免疫システムを備えていいのだ。完璧に健康な免疫システムを。私の免疫システムは完璧に機能する。私の心は潜在意識を作動させて、体の中に申し分ない調和を生み出す方法を知っている。私の潜在意識は今意識化の作用を働かせ、申し分ない健康と調和を作り出す。今完全な健康と調和を。